先日 WBC の日本代表メンバー30人が発表されました。今回の WBC はメンバー発表前から大きな盛り上がりを見せており、すでに史上最強という声も上がっています。今回は2023年の侍ジャパンが史上最強と呼ばれる理由と選出されたメンバーについて考察します。最強な理由1、メジャーリーガー参戦。盛り上がりを見せている最初の理由として、大谷翔平選手、ダルビッシュ有選手、鈴木誠也選手が相次いで参加を表明したことが挙げられます。2006年第1回 WBC が開催された際は、イチロー選手、大塚明徳選手の2名が参加。イチロー選手は全8試合に出場し、打率3割6分4厘をマークする活躍でチームを引っ張り、大塚選手も守護神として5試合に登板、防御率 1.59 と活躍しました。また続く2009年の第2回大会では、イチロー選手、城島選手、福留選手、岩村選手、松坂選手の5名が参加。チームの中心選手として世界一連覇に大きく貢献しました。こうしてドリームチームが結成された2大会でしたが、第3回はイチロー選手、ダルビッシュ選手、岩隈選手と投打の核になる選手が出場を辞退。これには多くのファンが落胆し、国内に所属する選手のみで構成されました。続く2017年の第4回大会も、ダルビッシュ選手、田中将大選手、岩隈選手、前田健太選手、上原選手など実績のあるピッチャーが相次いで辞退し、外野手の青木宣親選手のみが参加しました。このような背景もあり、メジャーでプレーする日本人選手、特に投手が WBC に出場するのは難しいというのが定説化。2023年の WBC も日本人メジャーリーガーは参戦しないと考えていたファンは少なくなかったことでしょう。そんな中、2021年12月に栗山英樹氏が侍ジャパンの監督に就任。栗山監督は大谷選手の日本ハム時代の恩師として知られており、大谷選手の WBC 参加に期待が高まりました。また栗山監督自身も大谷選手招集のため精力的に活動します。2022年8月には渡米し、大谷選手に WBC 出場を直接オファー。こうした地道な活動が実を結び、大谷選手は11月に自身のインスタグラムにて、シーズン中よりお話しいただいていた WBC の出場に関しましては、栗山監督に出場する意思がある旨を伝えさせていただきました。各国の素晴らしい選手や5年ぶりに日本のファンの皆様の前で野球ができるのを楽しみにしていますと WBC 参加を表明。各メディアが大々的に取り上げました。そして12月にはダルビッシュ選手も続きます。7月の時点では、僕はもういいでしょう、今先発陣はすごいピッチャーがいる、自分がいても足引っ張るだけと参加に消極的なコメントをしましたが、栗山監督に来年の WBC に出場しなさいと言われたので出場しますと自身のツイッターにてニコニコの顔文字とともに参加を表明。ノートでは決勝ラウンドからの参加も可だと言われていましたが、出場するなら日本ラウンドからいないと気持ち悪い部分もありましたので、そこを前提として考えていましたと日本ラウンドからのメンバー入りを示唆しました。そしてメジャーリーガーの参加はこの2人だけではありません。鈴木誠也選手も自身のインスタグラムで、報告遅くなりすいません、僕も WBC に出場させていただきます、足引っ張らないように精一杯頑張ります、ではさよなら、栗山監督胴上げするぞと参加を表明。さらには2022年オフにレッドソックスへ移籍した吉田正尚選手も参加が決定しています。このように第2回大会以来3大会ぶりに複数のメジャー選手が代表入り、盛り上がりを見せています。2、日系人ヌートバー選手が日本代表入り。また過去大会と異なるのは、日本代表として参加する日系選手がいることです。 WBC では国外の選手でも、親のどちらかがその国の国籍を持っている場合や、親のどちらかがその国で生まれている場合は代表選手としての資格を有しています。今回その条件に当てはまったのが、カージナルスに所属するラーズ・ヌートバー選手です。ヌートバー選手は右投げ左打ちの外野手で、アメリカ人の父と日本人の母の間に生まれました。侍ジャパン選出を受けてヌートバー選手は、非常に光栄なこと、
日本代表でプレーするのが待ちきれない、母のために何かできるのは幸せ、自分はママっ子だし母を笑顔にできるなんて最高と意気込みを表明。日本語は話せないため勉強中とのことですが、侍ジャパンの主戦力になることは間違いないでしょう。というのもヌートバー選手は2022年、カージナルスでライトのレギュラーに定着、108試合に出場し打率2割2分8厘、ホームラン14本、40打点をマークしました。また選球眼と守備走塁も高いレベルを誇っており、アメリカのスポーツメディアでは2023年のシーズンのブレイク候補に挙げられています。また所属するカージナルスでは明るいキャラクターや応援の際に恒例となっているヌートという掛け声などで人気を博しており、 WBC の活躍次第では日本のファンも増えることでしょう。このように過去大会とは異なるメンバー構成で臨む第5回 WBC、 もちろん国内組も力のある選手が揃っています。先日発表された日本代表メンバーを改めて確認しましょう。投手編、今回投手として代表入りしたのは大谷選手も含めて15人です。ダルビッシュ選手、大谷選手のメジャー組に加え、山本由伸選手や佐々木朗希選手など実力ある選手が多く集まりました。内訳を見てみると、先発投手が10人、中継ぎ投手が2人、抑え投手が3人と選出が先発投手に偏っていますが問題ないでしょう。というのも WBC では球数制限が導入されているためです。レギュラーシーズンのように1人の投手が6イニング以上投げるのは難しく、先発投手と第2先発と呼ばれる投手の2人でゲームを作るのが一般的です。過去大会では先発投手として4選手を起用することが多く、それに準じて第2先発も4人必要になります。また先発投手の中にも山本選手や伊藤大海選手、戸郷選手などリリーフ適性のある選手も一定数選出、バランスの取れたメンバー構成と言えるでしょう。ただ今回の投手選考であえて不安な点を挙げるならば、左ピッチャーです。今回選出された左ピッチャーのうち、今永選手、宮城選手、高橋奎二選手は先発タイプで中継ぎ適性があるのか未知数です。左投手の中でリリーフが本職なのは松井裕樹選手のみと少し心もとないです。2009年の WBC で5試合に登板し、6回3分の1を無安打に抑えた杉内選手のような投手が現れることを願っています。そして大谷選手の起用法については、栗山監督がバッターだけかもしれないし先発だけかもしれない、今はまだ何も決まっていないというのが本当のところですと語っており、不透明な状況です。野手に専念するプランや指名打者として出場し抑えで登板するプラン、決勝ラウンドのみ先発するプランなど様々な案が持ち出されており、その起用法にも注目したいところです。ちなみに東京オリンピックに出場した西武平選手は今シーズンからの先発転向を理由に出場辞退しており、広島森下選手も右肘を手術の影響で選考漏れ、田中将大選手や菅野選手など実績ある中堅選手も選出外となりました。野手編、野手の内訳はキャッチャーが3人、内野手が7人、外野手が5人、周東選手も含むとなっています。キャッチャーは過去の WBC と同じく3人体制、栗山監督は甲斐選手について、勝利の伝道師だと思っているし僕は勝たせてくれると思っているとコメントしており、正捕手任命が濃厚です。内野手では山川選手の選出に驚いた方は多いのではないでしょうか。山川選手は2017年に78試合の出場でホームラン23本を放ちブレイクすると、オフにアンダー24アジアプロ野球チャンピオンシップにオーバーエイジ枠で選出、代表デビューを果たします。その後山川選手は2年連続ホームラン王に輝き、日本を代表するスラッガーに成長したものの、2019年オフのプレミア12はコンディション不良で辞退、2021年の東京オリンピックは不調で選考漏れ、さらに3度目のホームラン王に輝いた2022年オフの強化試合も選出されず、代表経験が少ないことや大谷選手が指名打者として起用される見込みであることから、選考漏れを予想する声も上がっていました。それでも栗山監督は山川選手の実力を高く評価していたようで、5年ぶりに代表入りを果たしました。山川選手は今回の代表入りにあたって、日の丸は基本的に名誉なこと、
プロ野球のトップになるために日々頑張っています。21年間野球をやってきて、毎日毎日野球のことばっか考えて、この21年の思いを込めてやれたらとコメント。日本屈指の長距離砲の活躍に期待が高まります。ただ山川選手を含めて誰をスタメンで起用するのかが難しいところでしょう。ファーストを守れる選手は山川選手の他にも牧選手、岡本選手が選ばれており、実力は折り紙付きです。サードの村上選手、ショートの源田選手はスタメンが確定している中、セカンドの山田選手を含めて栗山監督がどのような選手起用を見せるのか注目したいところです。一方、外野のスタメンはレフト吉田選手、センターヌートバー選手、ライト鈴木選手の布陣が濃厚です。ただし多くのメディアが指摘している通り、センターに本職の選手がいないのは大きな懸念材料でしょう。センター起用が見込まれるヌートバー選手は昨シーズンライトで79試合に出場、センターで出場した試合はわずか12試合と本職ではありません。ヤクルトの塩見選手や阪神の近本選手などセンター候補は複数人いただけに、選出してほしかったというのが本音です。また野手は投手よりも辞退者が目立つ印象です。長年日本代表のショートを担った巨人坂本選手、かつて球界最強打者と呼ばれたソフトバンク柳田選手は代表の当落線上におり、最終的には出場辞退。投手を含めてハンカチ世代の選出はなく、一時代の終わりを感じた方も多かったのではないでしょうか。そして打てるキャッチャーとして期待の高かった森友哉選手は3連覇を目指すチームの中に入る、本当に責任もあるし一生懸命に食らいついていきたいと、西武からオリックスに FA 移籍もあり代表を辞退。栗山監督としては投手以上に厳しい選考を強いられたことでしょう。それでもメジャーリーガーで固めた外野陣や三冠王村上選手を擁するなど、打線は粒揃いで他国の脅威になるはずです。世界を相手に躍動する侍ジャパンの選手たちから目が離せません。というわけで今回は過去最強とも言われている侍ジャパンのメンバーを考察しました。あなたが期待する選手がいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。本日はご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それでは。